やあ、ニーハオ。久しぶりにね、こう台湾にやってきました。そして、ね、友達とね、バラク、ケーブルパークに、本日やってきました。ここね、結構ね、初心者のホイールのレッスンとか、まあ、エキスパートのね、そのホイールの、まあ、調整とか、まあ、いろいろできてね、結構楽しめるところになってます。